はい、皆さんこんばんは。それでは今夜も13日の金曜日やっていきましょう。いや、早いもんでね、今年ももう半分終わっちゃいそうです。もうね、明日から7月ですからね。ほんと早いな。さて、今回はですね、こちらのキャラクターを使っていきたいと思います。こちらのキャラクター今までも何回か使ったことあったかなと思いますけれども、最も足の速いキャラクターですね。スピードが10。そしてスタミナが9あります。ただ、弱点としては、最もうるさいキャラクターですね。はい。走ったりするとね、最大級のノイズが常に出ちゃいます。ね、右側のほら、マップ、ミニマップ見ていただくとわかるんですが、ちょっと歩くだけでも相当でかい波紋が出ちゃいます。なので、足は速くて逃げやすいんだけど、その代わり、最もジェイソンに狙われやすいキャラですね。常に見られてるキャラだと思っていただいて、間違いないと思います。今回はそういうキャラの特徴を活かすために、スタミナブーストのパーク。お、いいですね。ナイフありました。そして、スタミナ回復の、パーク。そして、恐怖状態でもミニマップを、右下のマップが消失しないというパークをつけてきました。ね、常に終わることを想定しておりますと。さあ、地図ありがたいですね。みんな、ばらけてますね。みんないるね。うんうん。ミニマップ消失っていうのはね、結構地味に辛いんですよね。恐怖状態になるとさ、どこに逃げていいかわかんなくなってしまうんですよ。で、多分このキャラクターだと走り回るので、その状態に落ちると思うんですよ。そこで生きてくるかなと思っております。あらー？プロペラあっちゃったね、これ。プロペラかー。ちょっとこのキャラクターで直すのは得意ではないんですけども、まあ、割と近いし、これは、一応やっときますかね。ね、一番近いもんね。やるか。修理どんなもんだったかな？あー、ダメですね。修理苦手ですね、これキャラはね。まあ、そうだ、修理まで強かったらどうしようもないな。まあ、完全に大会、おっと！やばいか？でもこの音って聞かれてないんじゃないかな。いや、失敗しよう。なんかね、ボートって失敗してもあんまりジェイソン来ないんですよね。失敗する音ってジェイソンに聞こえてるはずなんだけど、今までボートってあんまり来たことない気がする。でも聞こえてるはずだけどね。どうなんだろう。まあいいや。まあボート直しましたけど、今回自分はボートで逃げるつもりはないので、できれば、また20分逃げ切るか、あるいは警察で逃げたいね。あんまり足関係ないからね。あれ、閉まってるな。さっき南に人いたもんね。じゃあここも探索済みか。まあいいや、でも武器取りましょう。みんなは何してんのかな？あれ？集まってますね、あそこ。なんだろう、楽しそう。私も結構みんなばらけちゃって。あんなに集まってたのに、何もしてねえんだな。なんだろうね。昨日の私のジェイソンみたいにあれか？みんなで集まって、ジェイソンボコったりしてんのかな？あれやめてあげて、なんか、本当に辛いから。あー、来た来た。来ましたね。いやー、メイソンがいますね。さあ、どっから来る？下に集まってるのはあれか？あれ、車直してんのかな？来るか？来るか？扉壊してんのか？お、メイソンのファッキュー入った。これはあれかな？スタン攻撃かな？あ、入りましたね、スタン。どこ行くかな？あー、やべえ、バレてるか。あ、メイソンまだいたのか。じゃあ、抜けちゃいましょうか。とまあ、ここは、メイソンに任せて、私はちょっとトンズラさせてもらいましょうかね。足の速さを生かして、隣の家へと、さっそうと、壊れてるし。てか、俺だし狙われてんの。おい、誰か季節感外れてる奴がいるぞ。なんだ今の。あ、バッテリーあるね。車直してたんじゃないのか、あれ。何してんの？ステルスか。はいはい。あー、バッテリー持ってきた。へいへい、アウト。浮いてる浮いてる。どうしようかね。バッテリー、じゃあ向こう、あれなのか？2ドアかなんかだったのか？ティファニー、おっせ！それ、スタミナ切れてんのか？マジか。ずっと走ってきたのか？それだと捕まっちゃう。しょうがねえな、これ。せい！いいっすね。ボーイもいるので、だいぶ心強いです。バッテリー諦めないんだ。もういいんじゃねえかな、別には。今は逃げに徹した方がいいと思うけど。後ろからも来てくれてる。あー、でも、これいいっすね。今私今追われてるんで恐怖状態なんですけど、マップが消えないですね。これはね、行くべき方向もわかるし、あと味方の状況も見えるので、非常に強力ですよ。あ、ナイス警察。おー、シフト来た、シフト来た。よし。オッケー。私らが今遊んでる間に警察を呼んでくれてる人がいたんですね。ちゃんと仕事してるじゃないですか。昨日のね、私を襲ってた人たちとはだいぶ違いますね。さて、今でもちょっとね、逃げながら思ったのが、やっぱね、マップ消失ないのいいですね。相手のさ、シフトが見える。飛んでくるのがギューンってのが。なので、避けやすい。特にこのキャラクターの場合は、あれ？こっちになってる？このキャラクターの場合は足が速いので、ランダムウォークっていうかガッて反転すると多分シフトグラブしにくいでしょ。いいですね。なのでこれちょっとね、このパーク悪くないかもしれないですね。さあ、あと4分か。じゃあもう、例のこと、この家のね、マップだと、クリスタルレイクだった場合は、この家を、ね、逃げやすくすれば、いけるでしょう。ここも閉めとこうか。ね。閉めて、一応一旦、あ、ごめんごめんごめん閉め出しちゃったよ。と、ここでぐるぐるしてれば、時間は稼げるんじゃないかな。あっち側も開いてんのか。で、ここ閉めるかどうか迷うね。こっちってここしか入り口ないんだよね。ショットガンもあるし、照明弾もある。これいいですね、ここ。I love you, I love you, let me go. 誰か愛の告白してるね。まあ、ラジオもつけて、邪魔し、妨害しつつ。誰だよ、クリスマスを歌ってるやつは。どんだけ季節感外れてんのかな。どうすっかな。向こうからも来てくれてるな。ちょっとボーイが怪我してるんで回復してあげたいですね。ちょっとタイミングが合えば。あれ、この子も怪我してんな。どうしよう。回復落としとくか。必要な方が取ってもらえば。あれ、正面から来たな。取らねえのか。取らんのかい。いや。早く撃たんと、早く撃たんと。早く撃たんとなんで撃たないナイスボーイ。掴まれてからだとね、やっぱちょっとショットガン撃つの怖いですからね。ちょっと今、すげえ悩んだ。どうしようかなと思った。ボーイの速い動きで助かりましたね。さて、そしたら、あっちを追ってくかな。じゃあ、早めに南の家に方に退避しますか。俺かよ、なんでだよおい、なんで俺なんだよいや、目立つキャラなのはわかるけど、向こう二人は瀕死？傷だらけでさ、こっちは無傷な上にショットガン持ってるのに、こっちへ狙う理由がわからない。しかも一番足の速いキャラクターね。あ、罠置いてる。罠ジェイソンパート7って罠2個しかなかったよね。あー、なるほど。2個しかないんですよ、確か。そのうちの1個をここで使うってことは、それは警察呼ばれますよね。なるほど。来るかな？来るか？そら来るか。でも多分、あれ？壊されてんな。壊されてんな。さあ、でも、次の家目指しましょう。これはありがたい。マップが消失しないので、次にどこに逃げるべきかすぐわかる。さあ、ここでスタミナと恐怖値を回復しましょう。あと30秒か。この状況下で、ショットガン持ちのね、無傷のキャラクター狙う方も狙う方ですけどね。絶対無理だと思うけど。車動いてるし。あれ、罠かかんなかった。仕方ない。撃つしかない。罠の位置が悪かったね。さあ、あと5秒。どっちだどっちに来る？そっちか。はいはいはい。そっちってことはね、これは勝ちましたね。もう先に言えます。間違いなく勝ちました。私が事故らなければ。奥に家があるので、そこでスタミナ回復して、あとは全力疾走で大丈夫です。シフトグラブがもしやられたとしても、私ナイフ1本持ってるんで、向こうがスタンしてる間に確定で逃げられます。まあ、ここで回復してと。仮に殴られたとしても、パート7の殴りだったら、多分、逃げ切れますね。オッケー。よし、スタミナ十分。あとは走るだけ。さあ、来た。うん、掴めないはず。掴むの難しいからね。ちょっと、少し余裕を持たしながら走って。ここは避ける！はい、避けた。はい、お疲れ様でした。やっぱりその、ジェイソンから逃げるっていうか、この、時に、このキャラは強いですね。さあ、マッチが終わりました。だいぶ残念な結果になったみたいですね。やっぱり私を無駄に追い回したせいで、今回のこのジェイソンさんはですね、そうですね、誰も倒すことができなかったというか、優しいジェイソンになっちゃいました。やっぱ狙いやすいキャラをね、狙った方がやっぱりいいと思います。あとパート7はね、慣れないうちはやんない方がいいと思いますね。さあ、というわけで、次の戦いに行きましょう。あー、またジェイソンパート7ですね。パート7の特徴は、水中スピードが速い。あとグリップが強いとかですね。現状は、でもわかんない。強い人は強いから何とも言えないんですけど、現状は非常に不遇なジェイソンだと思います。特徴が活かせないジェイソンですね。罠が2個しかないというのが致命的ですよね。さあ、でも、たまにうんと強いパート7がいるので、今回はどうでしょうか。さて、まあ、立ち回りとしては、前回と一緒ですね。できれば、安心感のあるナイフを所持しておきたい。あと、回復ですね。やっぱその傷ついてしまって、走れなくなることがもうこのキャラにとって致命的になるので、回復と、ナイフ。これだけは1個ずつ欲しいですね。あと一応こういう罠は常に作っておきましょう。で、前々回の生きるっていう動画でも、出しましたけど、いざって時に逃げ込める場所をね、覚えておいて、そこを有効に使いましょう。あと、マップが欲しいか。誰か落ちたな。一人落ちちゃったね。こんな早い段階で一人落ちちゃうと結構辛いな。ジェイソンに追い込まれて落ちちゃう人いるからね。そうすると、そのキルモーションの分だけでも時間稼げないのは辛いね。やられちゃって落ちる人はいますけど、まあそれはそれでいいと思います。ね、長い時間待ってるようですからね。爆竹か。まあないよりかマシでしょ。つか、むしろありがたい。どうすっかな。まあ、ここらの家一応回ってみるか。あの人って、そこから出てないか？たまにね、見かけますね。最初の家に閉じこもってずっと出てこない人っていますよね。あー、開いてんな。開いてんのか？それでも襲われてんのか、これ。扉がない？いや、開いてるだけだ。あー、閉めてってくれよ、こういうの。あー、でもここ、ガバ探索だ。ガバガバ探索ですね。まあ、回復いらなかったのかな、単純に。でもありがてえ。これで、ナイフはないけど、爆竹と回復が手に入ったね。あ、ここも開いてない。まあでもここはアイテムなしか。トイレにはよく回復あるんですけどね。罠は作っておきましょう。二つ扉がある家の場合さ、罠はちょっと微妙なんですよ、実はね。反対側の扉から逃げる時もあるので、片方にセットしちゃうと逃げれなくなっちゃうことあるんだよな。でも、まあ、持って歩きたくないので、扉だけ開けとこう。逃げにくいな、この家な。ちょっと逃げにくいな。なるべくここで走り回りたくはないね。まあでも反対側も開けとこうかな。後々こういうのがね、効いてくる可能性があるっていうことがね。南の二人は、あ、一人死んでんな。あの南の二人はなんだ？追われてんのか？あ、トミーがポップした。それとも、あ、ヒューズが見えるね。奥の家がヒューズか。嫌な予感がするね、これ。ね、一人が慌てて走ってきてるように見えるから。お、しょめた。もしかして、これは？あ、違うか？あれ、また押しとる。ああ、やっぱり連れてきてんな。今ストレス使っても、おっと。やっぱりみんなに逃げてた感じですね。どこにいるああ、いた。後ろか。ちょっと分が悪いな、これ。私が乱れちゃってますね、完全に。数人でいたのに、見事に私がまた、ジェイソンにたけられてしまいましたね。まあ、いや、この人と協力して、あの人が、スタンがダメだった場合、私が撃ちます。ナイス！強い！あ、出ないんだ、出ちゃうよ、俺。ごめんね、先失礼するよ。その貸し、ここで煽ってあげるからね。へい、こっちだよ。せっかくですからね、運命共同体。みんな一緒に逃げようよ。先に逃げた人も一緒に逃げようよ。というわけで、あ、入んないのか。これ3人固まりましょう。よし。あ、あの人足怪我してる。あ、回復落とした。かっこいいイケメン。拾っとけ。あれ、罠解除されてる。なんで誰かこれあれかさっきの、これイケメンが踏んだのかせっかく罠あったのに、まあいいや。なんで踏んやねん。とりあえず、しょうがない。逃げましょう。一人くっついてきてないな。一人残ってるな。まあ、さすがに今回別に私は助けるプレイをするつもりはないので。あれでも生き延びてるか？あ、必死に生き延びてんな。迎えに行ってやるか。はいはい。オッケー。じゃあちょっとスタミナやばいでしょ。ここで休んだらいいよ。はい、みんなスタミナ回復するよ。あたたき爆竹あたたき。はい、オッケーなら行くよ。やっぱりね、爆竹耐えてると手が出さないケース多いっすよね。あの状態でも近づけるんですけどね、本当は。あれ、なんかやってんな。あ、もう一個爆竹やってる。じゃあ、ここに籠城しましょうか。ここ、入り口1個しかないから、ここに罠仕掛けますと。よし。OK？ 踏むなよ、お前。さっき多分踏んでたっぽいけど。鉄パイプの方が強いか。なんもねえな。あ、そう、閉めないであげてよ。閉めちゃダメだよ。この人入ってこれないでしょ。オッケーオッケー。ああ、この人無事だったんだ。オッケー。ああ、来たか。踏むなよ。罠あるからね。罠あるからね。危ない危ない。罠あるからね。大丈夫かな？分かってるかな？あ、車動いてるよ。なんで踏むんだよ、お前。罠あるから。なんでお前たちは踏むんだ。回復あるよ。回復あるよ。あ、持ってんのかよ、お前。いや、じゃあ、お前。いくつ持ってんのこれ。なんで踏むかな。じゃあ、罠セットするからね。もう踏むなよ。車行っちゃったけど。さて。あれ俺鉄パイプどうしたっけ。ごめん。よし。さあ、罠にかけるぞ。どうすっから。とりあえず。かかったら、ああ、くそ、バレてるか。あいつ見てるな。どうするか、これ。一番不毛な状態。しょうがない。誰か殴って。ナイス。お前何回かかるんだよ。ちょっとさすがに回復してあげようか。あれ俺回復しちゃった。あれでも回復ってなってるけどな。さすがにちょっとごめん。もう助けらんない。あれでも今俺無傷なのになんで俺自分で回復になっちゃったのか。しょうがない。これは逃げますよ。申し訳ないけど。何回罠にかかるんだあいつ。俺目の前で罠セットしてたよね。いやー、こっち来てるか。ひー、次のターゲットは俺か。どうすか。なんやだな。よし。いいよ。ちゃんとマップ見えてるよ。よけるー。危ねえ。ただ、スタミナのまでは、あれだな。表示されないんだね。恐怖状態になってると。そこまで行くと強すぎるか。まあでも、ここで、はい。出入りしてれば多分、いける。また入りまーす。危なかったー。向こうもいい反応でしたね。で、こっちへ。そして、南の家へ向かいますと。ステルスしたかなこれ。ステルスした時の正面から来るのが怖いからね。それだけ注意だね。来てないよね。来てないね。あべ、スタミナギリギリだ。やばい。ここで一回やり過ごそう。ふぅ。なんで開けっぱなしなんだよ、ちょっと。頼むよ。誰か開けっぱなし中がいるね。あっちもかけてないな。頼むよ。あと2人か。さっきのイケメンと、あ、ここヒューズの家なのか。ありがてえ。ガバ探索。助かる。ここはねえか。そこを開けてる時間はあるか？危なかった！危なかった。ギリギリですね。でも多分。オッケー。次の家行きましょう。なんか知らないうちに忍び寄ってくるから怖いね、やっぱりね。ここ開けとけばよかったな。しまったな。そこ開けとけばよかった。さっき余裕があるうちに。さあ、ちょっとここで回復して、そこが壊れてるか。お、ナイフ取ってる。チャンス。今こっちが見えてない。ねえ、ナイフ見るとなんかよくわかんない固定カメラになるからね、見失うんだよね。まあでもこんだけ騒音出してればバレるわな。ですよね。あれ扉。また開けっぱなし。ふざけんなって。なんでみんな。あ、死んでる。あらやだ、メイソン死んでる。あれ、向こう側が開いてたらどうしよう。あ、開いてそうだな、これ。開いてんな。みんな扉開けっぱなしだね。まあ、結果的に逃げられたからよしとしよう。おーっと、レイジ、危ね。もう溜まってんのか。そりゃそうか。さあ、グラブはできないよ。危なっ。あなたにはグラブれないよ。すごいね、グラブしづらいからね。さあ、ちょっとスタミナどうなってるかな、俺。ここは扉を閉める余裕はない。でも大丈夫。マップが見えてるから、ここから先4件あるんで、この4件フルに活用しましょう。頼もしいよね。行く場所が分かってるってね。よし、ここは閉まってる。この奥も多分私がさっき閉めたんで間違いなく閉まってると思います。開いて、いや、壊したのか。大丈夫。たとえレイジがあったとしても、この出入り、銅の長い家は出入りがしづらいからね。ジェイソン撮ってみたら非常にイライラする家なはず。へいへい。ただ、あと何分逃げ切ればいいんだ、これ。まあ、やるだけやってみましょう。もしかしてもう一人の人がなんかしてくれるかもしれないし。おっと、ここは緊張して。ここはね、私がさっきいろいろ仕掛けといたので、いくらでも逃げられますよ。あ、奥にもだっけ罠仕掛けたっけ。ちょっと奥に行きましょうか。心が折れたー。やったー。でもエスケープにならない。折りましたね、ジェイソン。クソうざいもんね、ああいう風に逃げられるとね。あ、3人、あ、1人逃げてるやつがいる。ボートかな。はい。というわけで、無事、ジェイソンの心を折ってですね、逃走成功いたしました。あ、はい。すいません、ボートしてた。もう一度行きましょうか。どうでしょうかな。今度はジェイソンパート8か。割と、相性悪いっすね。ちょっとですね、逃げ回ったりするのが、なんだろう、スタミナ回復するための、その、建物の扉を壊すのがうんと早いので、お、車のキーだ。安全地帯を作りにくいキャラ、ね、敵なのね。なのでちょっとあまり相性良くないかもしれないですね。そしてシフトもいっぱいあるからね。いっぱい使ってくるので。パート7よりかは苦戦しそうな感じですね。さてさて。とりあえず、できない来たか？さすが目立つキャラ。要塞化しときましょう。マップがないからな。把握できねえな。でも癖でマップ開いちゃうのね。お、ラッキー。いきなりナイフ。そして、マップが欲しいな。状況がわかんねえ。ここ開かないか。ちょっと逃げにくいですね、ここね。扉ここだけか。窓ここだけ。隣はどうかな？あ、隣もちっちゃい家だな。たまにでかい家になったりするんだけど、今回はちっちゃい家か。ここはあんま、あ、バッテリーあった。バッテリーか。鍵とバッテリー手に入れちゃったね。どうしよう。とりあえず、車での脱出を、ありがてえ。する気はないので、はいはい。でかい家の前に車があるのか。そこに置いてくるか。ね。プレゼントしていきましょうか。修理しちゃってもいいけど、ちょっと修理はあんまり得意じゃないからね。リスキーなので、置いといて誰か、修理できそうな人にお任せしようかな。私は走って逃げますと。自らの足で走って逃げますので。ささっと置いちゃおう。ショットガンねえかな。やっぱあるだけでだいぶ安心感強いので、これ置いたら、大きい家の中ちょっと探索してみようか。ポイッと。間違えたね。ナイフ置いちゃった。よし。ポイポイと。探索された、あ、開いてるか。開いてるか。死体があるな。これ、回線落ちたな、これ。無傷で死んでる死体って回線落ちですね。あー、ショットガンない。ないか。でも探索はされてないっぽいね。されてないか。ちょっとね、今、回復も持ってないので、2階から飛び降りると危ないからね。早々に探索しちゃいましょう。あと、例のごとく、閉めとこうか。これでもね、動画上げた後に気づいたんですけど、全部閉めるんじゃなくて、1箇所上げといた方が効果的かなっていうふうに思いました。必ず最初そこに行ってくれると思うので、1箇所だけ開けとくっていうのも面白いかもしれないですね。あるいはその、鍵かけて、窓から行くと一回飛び降りて、そこを密室状態にしておくと。ただちょっと回復一回使っちゃうのでね、もったいないけどね。それも一つの手ですよね。時間があるなら。そうすると 100% その部屋に行ってくれますからね。ここはいいんだ、開けなくて。ここですね。ここにも何かないかな。どうすかやるかやるかいや、いいか。いや。使うかどうかわかんないしな。しまね。しまね。ここは閉めらんないのか。ん？閉まんねえの。お、ナイス！ここ閉まんないとダメだからね。で、こっち側何にもないから。とりあえず、いっか。まあ、後々追われたらここに逃げ込みましょう。でも私ほとんど何もしてないですね、今回ね。はいはい。じゃあ追われたら、誰かやられたか？うふうふ言ってんな。まあ、どの家もちょっと守りにくいけど、この家が2箇所扉があるんだっけ？違う、奥に窓があるんだ。この家が一番いいね。ここで、時間までやり過ごしますか。いやーでも何回かね、動画撮ってた思うんだけど、この展開が一番やることないんですよね。序盤アイテム探索の時に誰かが、警察呼んでくれて、で、自分はもうゴールに近いところで4分間待つっていうのが一番動画としてやることないんですよね。これオクラかな？まあ最後どうなるかわかんないから一応待ちますか。うん。時間まで待ちましょう。暇ですね。ちょっとなんか、やっぱ動きましょう。なんか、下の家に誰か、ね、人が集まってるんで、もしかしたらジェイソンいるかもしれない。さっき私が、いろいろ工作した家に、二人ほど今入っていったので、あ、いますね。お、追われてる追われてる！いいね、いいね。ちょっと私も参加しよっかな。あ、死んだ！一人やられたな。そうか。どうしようかな。もう一人がどうなるかだな。もう一人が出てきたら助けてあげようかな。もう一人が出てきて、もう一人がスタミナ切れだったらちょっと手助けしてあげましょうか。来ねえかな？来ねえかな？出てきそう出てきそう。あー出てきた。はいはい、こっちこっち。はい、ボーイ。こっちだこっち。こっちおいで。こっちの家に、どこ行くねんお前。そっち行ってもない。おーっと、俺んとこ来た嘘でしょ？俺かよどうも好かれますね。俺はボーイと一緒に逃げるつもりで、呼んだんですけど、あいつは急にこっちを、襲ってきましたね。まあいいでしょう。ちょうど暇をしてたので。はいはい。はい、また入りまーす。はい、殴っています。オッケーオッケー。じゃあ今のうちに、さっき私が仕掛けた家に行きましょう。ただちょっと荒らされてる可能性があるんで、もう、有効な、お？あのボーイ、車直したいのか。なんて無駄なことを。おお、死んでる。あと、だって1分20秒逃げ切れば、勝ちなのに。さてと、あ、やっぱ持ってるから早いな。いや、しまった早かったまあ、ナイフあるからいっか。大丈夫、大丈夫。おお、ナイス。あれナイフなくなってる。なんであれってボーイが殴ってくれたのに、ナイフもなくなってる。どういうことやねん。まあ、いっか。あの子どうしても車直したいんだよね。一応、あれか。ターゲット取ってくれたのお礼をしてくれたのかな。まあまあ。まあ、こっち来るでしょうか。あれあれもしかしてそっち行ったあ、死んでる。なんで車にこだわるかな。どう考えても車は今直すべきじゃないでしょう。まあいいや。借りも作ったし、借りも返してもらったし、これでイーブンかな。さて、どっちに警察来るかな。こいつは多分壊すの早いからね。さあ、警察来た。さあ、逃げ道ないよ。と、ナイフか。危ない。まあ、多少怪我してもいいから、出ますか。あ、ここ壊れてないのね。オッケーオッケー。どっちだ警察？そっちか。遠いなー。さあ、じゃあ真剣勝負だ、ここから。よーしょー！当たらんよー。でね、おーとマップ消失ありがてえ。消失しねえ。私はね、いろんなね、カウンセラー見てきていろいろ勉強したんだよ。あれ、正面から来たか。よし。今のうち回復しよう。このね、ガードレールとか鉄柵ね、強いんですよ。これを使って。で、ちなみにね、本当は木の方は壊れるんですよね。だけど知らないみたいで。で、こういうとこ走ると多分シフトしづらい。OK。この木の柵は実は壊れるんだけど、壊せること知らない人多いんだよね。よしよし。いた！おー！え？なんで回復？体力が危ない危ない。今のは危なかった。一発で瀕死になったかね。でもまあシフトした直後だったからね、大丈夫でした。今のラッキーでしたね。ちょっと殴りふりして体力回復します。よし、かかったね。さあ、ここを避ける。瞬足ありがてえ。あれ、諦めちゃったかな。あ、もう少し、もう少し、もう少し。うー、緊張したー。やっぱ足の速さですね。足の速さとスタミナの多さ。また撃たれてる。いや、強いですね、このキャラクター。あの状況から一人で逃げ切りましたよ。はい、マッチ終了しました。あの後ね、誰も、私が最後の一人だったみたいです。すぐにマッチが終了しまして、何人生き残ったのかな。はい、タイムボーナス。二人ほどですね。二人生き残った感じでした。はい。そんな感じでございました。はい。ご視聴ありがとうございます。